や、これ最高にきついんですけど。腰の位置をずらさないで、トルクを考えながら行くんですけど、これ非常にきついです。よいしょ。きつくても立たない、立ちこぎはしません。そして腰のポイントはずらさない。これ強烈な筋トレですね。ああ道が、あ、これ多分、ああ、富士五湖の方に行く道ですね、これ確か。ここに出るんだ。よいしょ。ああ、出た出た。きつい。きつすぎだ。いや、今、この、境川のバンク来たんですけど、今月から、走路補修で走れないっていうことでですね、全然、知らなかったんですけれども、いや、参りました。で、ちょっとあんまりにも天気が良くて暖かいんで、この近辺、すごい、これ下降りると笛吹ラインに行くんだったっけな、確かその道だと思うんですけど、もうちょうどあの見える鉄塔のあたりがバンクですよね。で、金峰山見えてますよね。金峰山に、かやがたけ、後ろがちょっと曇ってますけど八ヶ岳ですね。一番左のところが観音岳かですね。まあ八ヶ岳も随分行きましたけど、もうだいぶ昔の話になってしまいます。あー、きつかった。ちょっともうマジで足がパンパンですね。30分走ってないですよ、ここまで。多分25ぐらいだと思うんですけど、がっちり上がってきましたね。で、こっから山越えたら、どこだっけな、西湖の方だったかどっかに出るはずですよね。河口湖だかちょっと忘れましたけど、多分あの三坂峠のあの道に当たるのかな、それとも一本隣のとこだったか今ちょっと記憶がないんですけど、いい天気です。いや、境川のバンクもあの自分がまだ20代前半だった時ですよね。学生だったかな、多分学生だったかもしれないですけど、あの確か国体のために山梨県が作ったんですよね、あの境川のバンクを。で、国体の前の年の7月ですよね、東日本実業団でトラックとこの辺りのロードレース同日の2日開催でやった、あの自分出たんですけど、もう今でも覚えてますね、あの2日目のロードレースのきつさ。こういうですね、この辺のなんていうんですか、桃畑、ぶどう畑、斜面にいっぱいある畑の細い道が激坂なんですけれども、その激坂を登って下るっつうハードコースで、周回路ですよね。
しかも下りがトリッキーで細いんで、もう落車連発、落車で中切れ起こる、激坂で切れる。確かあれを自分リタイアしてますよね、完走してないと思うんですけど。まあいろいろきついレースってすごくこう成績が良かったレースよりもきついレースの方が覚えてるんですけど、もうこの山梨の東日本実業団のロードレースはもうあれですね、忘れられないきつさでしたね。優勝したのは誰だったかな、当時ボスコにいたのかな、もうあの鳴島からは出てたあの藤野選手だったか、大石選手かどっちかが優勝してると思いますけれども、まあ、そんな思い出深い、この境川近辺の坂のコースを今日は3回転ギアのトラックの改動車で走っております。ああ、いい天気です。